今日はですね、西部劇ですね。まあ、西部劇といえば、まあ、僕らの子供の頃、まあ、1940年代、50年代、すっごい流行ってました。当然、おもちゃも、そういう西部劇のおもちゃ、カーボーイのおもちゃがたくさん作られたんですよね。これは、その中でも、代表的ですよね。ロンレンジャーですね。ロンレンジャー。はいよシルバーって、まあ、知らないだろうなみんなはまあ50代以上の方だったら知ってるかもわからない。どんなおもちゃかというとですね、これはこんな感じで動きます。結構せわしく動きますね。ここにですね、拳銃を持って投げ縄を持って、そしてこの白い馬はシルバーという名前です。そしてはいよシルバーというね、ここに書いてありますよね。牛だとかね、これはカウボーイかな。プリントもなかなかいい感じですね。メーカーはここに書いてあります。マルクスのおもちゃですね。西部劇といえばこのサボテンが出てきますね、結構。そしてですね、動力はここですね。あ、でもゼンマイは針金ゼンマイですよね、これも。針金をこう巻いたようなゼンマイで。まあ、単純な動きなんですけど、これが動くことによって、ギッタンマッコン、ギッタンマッコンって動いて、この拳銃がこう動いて、投げ縄がこう回るという、そういう仕組みです。まあ、いかに西部劇が流行ったかというと、こんな時計もありますね。これはロイ・ロジャースといって、ここにも書いてあります。キング・オブ・ザ・カーボーイ。カーボーイのキング、ロイ・ロジャース。それの時計ですね。時計は今でも動きます。時計が入ってる箱もですね、こういう立体のポップになっていて、とてもおしゃれですね。このロゴなんかも今見るととても新鮮に見えますよね。これはアメリカで見つけて、おかっこいい時計、おしゃれな時計だなって。この箱は大事ってね、僕はよく言っているんですけど、この箱に惹かれて買ったようなもんですね。こうやって並べるととても雰囲気があります。今日はですね、ロンレンジャーのおもちゃとロイ・ロジャースの時計です。また次回お楽しみにしてください。